皇居ランニングは、皇居の外周路を利用したランニングのことである。皇居ランと略称されることもある。迷惑行為とされることもある。皇居西側の内堀通りを走るランナー。左手に、皇居、中央遠方に、霞ヶ関の官庁街。東京の、どのエリアからもアクセスが良く、オフィス街からも近い皇居外周路は、ランニング人口の増加とともに、 日本で最も有名なランニングスポットとなっており、多い日には1万人を超える人が走っている。ランニングフリークの間では有名なスポットで、学校の部活動などの練習場としても昔から活用されている。高低差は30メートル程度と程よい高低差がある。休日には、公共外周をコースとするマラソン大会も開催されている。2007年の東京マラソンを機に、 ランナーが増加した。2011年の東日本大震災の際に、首都圏では、帰宅困難者が多く発生したことから、震災以降、体力増進を目的としたランナーが増加している。2011年に観光庁は、走って気持ちがいい道の第一号に認定した。2015年には、当時皇太子であったなるト新能が8年ぶりに、ランニングを行った。また、 公共ランニングをしている人を公共ランナーという。公共ランナーの急激な増加により、ランナーと歩行者、ランナーと自転車のトラブルが急増している。2012年の千代田区の調査では、公共の外周を歩く歩行者のうち5割以上が、歩行中にランナーとの接触の危険を感じたとされている。そのため、公共周辺ランナー施設と連絡会が中心となって、 公共ランナーのマナーを策定し、ランナーのマナー工場を呼びかけている。地元の千代田区では、道路、公園管理者、警視庁やランナー、自転車利用者、地元関係者、学識経験者等によって構成される、町の魅力工場に向けた、道路等の公共空間活用検討会を2011年12月に設け、ランナー、歩行者、自転車利用者に向けた、 公共外周の利用ルールマナーを策定し、2013年6月6日に、その内容を公表、同年9月1日から実施の予定である。北の丸公園を含まず、公共外周を半時計回りに走っていくコースが、一般的で内堀通り沿いに走っていくコースで、約5キロとなっている。それ以外にも、北の丸公園や日比谷公園や赤坂御用地など、 巡るコースを組み合わせた幅広いバリエーションがある。皇居の東側から南側の一般道を閉鎖して、週末に開催されているパレスサイドサイクリングコースの様子。中央遠方に皇居ランニングをしているランナーも見える。毎週日曜日の10時から16時まで、皇居外周の内堀通り、旧川門交差点から岩井田橋交差点の一般自動車道が閉鎖され、 一周三キロメートルのサイクリングコースがパレスサイクリングコースとして設置されている。こちらは時計回りにコースが設定されており、内堀通りヒューガーモン交差点から岩井田橋交差点の区間では自転車とランナーが並走する形となっている。これは皇居前という日本を代表する観光地で東京都民が家族揃ってサイクリングをできる環境を整備し、 都民の健康を増進するとともに、皇居の樹木を排出ガスから守り、合わせて道路交通量の削減をするのが目的とされている。ありがとうございます。